松田は10月27日米国で11月16日に開幕するロサンゼルスモーターショー16において新型 CX-5 を初公開すると発表した。現行初代 CX-5 は2011年9月ドイツで開催されたフランクフルトモーターショー11でワールドプレミア。C セグメントに属する SUV は世界中の顧客に支持されてきた。2014年11月ロサンゼルスモーターショー14では初の大幅改良モデルがデビュー。ロサンゼルスモーターショー16で初公開される新型 CX-5 は2世代目モデルとなる。マツダは新型の開発に際してデザインや技術などあらゆる面をリファインさせ新たな運転する喜びを提供。外観はマツダのデザイン言語魂道を新たなレベルへと昇華させたものになるという。なおマツダは新型 CX-5 の予告イメージを1点のみ公開している。